でもいろんな笑顔の形があるじゃないですか、はい、例えばこのメンツの中やったら今みんな笑ってたと思うんですけど、はい、誰がこの人の笑顔好きだなとかあります？田村さんはやっぱり堀口京一さんということでよろしいですか？どうなんですか、どうなんですか、その京ちゃんとの京ちゃんとの仲はどうなんですか？はっきり言ってください。みんな気になってますよね。いや本当に付き合ってないです。ただ、ただ私はずっとこう一途に思い続けているので。あ、素敵。思い続けてるってことは恋愛感情は偉大です。はい。おーおー、どうしたの？はっきり言ってるのは多分これが初めてだと思う。さあベルトを持って今堀口選手がリングに上がってきました。